皆さん,ははん、おはようございます。今日は、中日のオリエントエクスプレス、わかるでしょうかはい。今日は、中日のオリエントエクスプレス、ゲンジさんの様子をます。確かに、最優秀中継賞の投手、セーブ数が多い投手です。当時、セーブ王はなかったですけどね。先発、中継ぎ両方こなしたそうで、150キロ以上のストレートだけなく、スライダー、カーブ、シュートで、三振の山を築いた投手です。確かにね、33勝。確かに、投手としては、本当にすごいピッチングでございます。海外でも活躍したピッチャーでございます。 いやあ、オーナーシェイスで懐かしいな。はい、各玄師さん。確かに巨人キラーとしても活躍しているそうでございます。まあ、オリエントエクスプレス、本当にすごいです、角玄師さん。はい。西部といえば、角大根さん。オリエントエクスプレスと呼ばれた当時ですね。はい。えー、本当に、どちらもすごいピッチングでございますね。はい。というわけでいかがでしょうか。中日のオリエントエクスプレスでした。バイバイ。